はいどうも、ふめでおです。まあ、今回は、つむつむ注意喚起というか、まあ、ちょっと、って思うことを話していこうかなと思います。まあ、新つむね、登場しまして、Twitter、まあ、X か、の方がですね、まあ、かなり荒れてるというところでございますが、まあ、Twitter のね、リプ見たらもう、ほんとひどかったね。こんなことするやつおるんかと。もう、入れたね。ちょっと見てみますか、リプ。アホよ。もうひたすらこれっす。まあ、言うて、まあ、誹謗中傷と言っても過言ではないという、まあ、そんな内容をひたすら書いてるという感じなんですけど、まあまあ、弱いのは認めるけど、別にこんなことする必要はないんじゃないかなと思いますし、別に事前に、映像も流れてるし、ね、最速プレイも流れてるし、ね。別にこんなことする必要はないんじゃないかなと。まあ、こんなことする人は、まあ、基本10代の学生さんかなと思いますけど、まあ、ここで大人の人がやったらもうだいぶやべえやつやと思うけど、はい。っていう感じで、ひどくないですかという感じですね。で、まあ、こういうのもあるんですよ。44秒3000枚で、おかしくねえかというのもあるんですけど、これね、基本的に開発の映像だったり画像だったりするんですよ。この映像もそうですけど、まあ皆さんちゃんと見てないかもしれないけど、ごめんなさい。開発中のものですって、まあちゃんと書いてあるんですよね。なんで、この動画も、実際は、登場した時には、変わってる可能性があるんです。これもちゃんとね、見ないとね、ダメなんです。まあ、ここも、まあ、それだったら、まあ、ここもね、まあ、ちょっと一文入れといてほしかった感はあるけど、はい。まあ、そういうことっすよ。基本は開発の映像だったり、画像だったりします。っていうのもね、これね、ディズニー側の審査とか、LINE の審査とかがあるんですよ。このディズニー関係、まあ、つむつむも、つむつむの関連会社。まあ、LINE とディズニーが関係してるんで、この審査が降りないと多分こういうのが出せないんですよね。なので、すべて開発のものになっちゃってるんですよ。っていうのを、つむつむの公式 MC の方に聞きました。公式チャンネルの動画もディズニーと LINE の方の審査があって、めちゃめちゃ厳しいらしいです。だから、喋る文言とかも、めちゃくちゃ厳しかったりするらしいんで、まあそういうのがあって、まあこういうのは、開発中の画像だったりもするし、というところもあるんでね。まあ、だったら、まあ、運営側もちゃんと、まあ、ね、別にこんなところじゃなくて、一回好きで打っただけのやつをね、出せばいいやとは思うけど、はい。そもそも、ここ見て、ガチャ引こうって思うやついるんかな？たまたま目について、ハゲ足取りしてるだけのようにしか思えないんやけど、はい。っていう、まあちょっと、そんな感じで思いました。まあ大人の方は別にこんなことしてる方はいないと思うんですけど、まあちょっと学生さん、10代の方はね、まあもうちょっと大人になった方がいいんじゃないかなと思います。心広くゲームは楽しく、やってもらえたらなと思います。はい。まあ、そもそもソシャゲって無料でやれてる時点でもう神なんでね。ディズニーつむつむの開発費なんかも多分えぐいかかってるんで、はい。その辺もね、考慮して、学生さんは、ね、喋れるといいですね。はい、と思いました。はい、まあ、弱いのはね、弱いと思うけど、ごめんなさい。はい、っていうのが、まあ、自分の思うところです。